道元食品。例えばということで、今日はですね、ネットニュースにガソリンの1リッター全国平均レギュラーが 0.3 円先週から上がったと、174円になりましたというようなニュースが出てたので、まあ私も最近ですね、宮崎県内車でバーッとですねあちこちしてまして、やっぱガソリンが高いですね。高いわ。あ、まあ国は補助を出してるんですね。補助をですね、21、2円ぐらいかな出してて、この補助がなかったら実を言うと196円とかなんですよ。1リッター、これ補助がなかったら1リッターですね。レギュラーで全国平均196円になるんです。だから補助をつけてる。だいたい175円以下に抑えましょうねっていう、考え方なんですね。で、ガソリンっていうのがですね、皆さんご存知のように170、今4円、5円弱ぐらいですわ。その中の72、3円は税金ですからね。これもとんでもないですよ。4割超がですね、税金なんですよ。ガソリン税、揮発油税ですね。そしてまた、ガソリン税ですね。これが28円か9円ぐらいですわ。それで上乗せ分が先ほど言った 25.1 円ぐらいですね。それで石油石炭税。そしてまた消費税というのはね。またこの消費税というのは二重課税じゃないかと言われるところもあるんですね。それで、まあ、今後も補助をずっと続けていくのかと。補助は2022年の1月に始まったのかな。で、今までで6兆円以上使ってますが、今度の補正でも1500億ぐらいの予算使ってます。来年の3月いっぱい、春ぐらいまで補助は出すということなんですが、いつまでも出せないだろうということで、さあどうしましょう、出口戦略ですよね。どうしましょうということで、今トリガー条項というのが、議論になっている。検討するんではないかと、国民民主ですね。あるいは自公さんで、これトリガー条項を凍結解除するんじゃないか。トリガー条項というのはですね、2010年にですね、民主党政権でしたね。その時に決まった。つまり、その上乗せ分ですね、の暫定税率って昔言ってた。それが特例税率25円。上乗せ分もですね、これが、3ヶ月連続で、レギュラー1リッター全国平均が160円。3ヶ月160円を、超えたら、この上乗せ分は取っ払いますよ。それで値段が下がって130円が3ヶ月ついたら、その上乗せ分をまた戻しますよと。もう一回言いますね。3ヶ月連続で1リッターレギュラー全国平均160円を3ヶ月ずっと上回ったら、この上乗せ分を一時的に免除しますよ。取っ払いますよ。で、またガソリンが下がって130円を3ヶ月連続続けたら、これにまた上乗せ分、特例税率を25円を、ね、加算しますよということなんですよ。で、これが東日本大震災が起こって、その復興の予算として、その財源として使うために、このトリガー条項というのが凍結されたんですね。これなしになったんですよ。つまり 25.1 円がずーっと上乗せされているっていう状況が今の状況。で、これを25円を取っ払いましょうよ。トリガー条項を発動しましょうよ。ということなんですね。で、今、出口戦略として、いつまでも補助は出せませんよ。その代わりにトリガー条項を凍結解除しましょう。つまり、補助金を21、2円出してます。これを出せなくなったら、トリガー条項を凍結解除にします。となったら、だいたい今と同じような値段になるということなんですね。来年の春以降。だから僕はトリガー条項というのは凍結解除はもう必須だと思いますね。しなければいけないじゃないか。つまりずっと補助を続けていくのかですね。じゃあ、中東問題等々で、そのガソリンがね、原油価格が下がればいいですけども、下がらんですね。これはですね、と思いますわ。で、ガソリンが上がれば、石油関係全部上がりますからね、物価も上がりますから、これをどうするのかということでしょうね。で、まあ、石油業界団体はですね、このトリガー条項、凍結解除には反対です。で、なぜかというと、これ、値段が一気に乱高下すると、現場が混乱すると、事務負担も増えますよと、あるいはトリガー条項を凍結解除するということと、そういうことを
売っててると買い控えが起きるんじゃないかな。買い控え、え、なんで買い控えが起きるの？ガソリンって毎日必要ですわ。生活とか産業とか仕事に必要ですわ。なぜ買い控えが起きるのかなと思ったりもするんですね。まあしかしですね、まあこのね、ガソリンを安くするとガソリン使いますわ。で、そうすると省エネ対策だとか、あるいは地球環境の問題ですね、 CO2 とかそういう削減に逆行したようになります。つまり安いからガソリン使いますわ、石油使いますわ、そうすると環境悪くなりますよっていうことですからね。だから、逆行するんじゃないかという議論も一方ではあるんですね。これは難しい問題ですわ。でもまあガソリン、石油なくてはならない、現時点でですね、生活になくてはならないものですから、これはですね、石油、ガソリン等々の価格安定というのは政府の責任だと僕は思っておりますので、ぜひですね、考えていただきたいと。まあ、トリガー条項凍結解除に向かっていくんじゃないかなと思っております。もうとにかくですもんね、高い。高い。ガソリンが高い。うん、もう電気自動車せんなかんね、もう。電気もね、もう石炭石油を使って火力発電ですからね、頭痛い。うん、ということで、できるだけで、安定価格で来年以降もですね、していただくことをお願い申し上げますわ。それでは今回はその辺で、バイナラ。